はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年10月15日です。今回は HKT 法廷劇場で開催されるひまわり組逆上がり公演を見に行きます。この公演を見に行くのは7月17日の初日公演以来3ヶ月ぶりです。この動画では逆上がり公演の歴史や特徴、現場レポ、出演メンバーの紹介、公演の感想などを述べています。この動画を見ることでひまわり組逆上がり公演の概要がわかります。 HKT 法廷にあまり詳しくない方でも見やすい動画になっているので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。この機会にまだチャンネル登録していない方はチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは最寄り駅の東神町駅から HKT 法廷劇場に向かいます。改札を出て左に進み、3番出口から外に出てファミリーマートの角を右折した先に HKT 法廷劇場があります。徒歩での所要時間は15分ほどです。詳しくは他の動画で解説しているので、必要であれば動画下の概要欄のリンクを確認してください。この時間を使って逆上がり公演の歴史と特徴を紹介します。逆上がり公演は2009年4月11日から2010年2月21日まで AKB 法廷とチーム K が行っていた公演です。その後 SKE 法廷とチーム E、 NMB 法廷とチーム B2、 SNH 法廷とチーム N2、 NGT 法廷とチーム G でも実施され、2022年4月25日から2023年10月13日まで AKB 法廷とチーム K で再演されました。 HKT 法廷とは2024年7月17日からひまわり組公演で実施しています。つまり国内法廷とグループの中では STU 法廷と以外のグループは行ったことのある公演で、歴史のある演目です。また秋元才加さん、宮沢沙絵さん、梅田彩香さん、大島優子さんを筆頭に AKB 法廷とのレジェンドたちが作り上げた公演でもあります。この公演の特徴の一つは開演前の寸劇です。日替わりで参加メンバーが入れ替わり、時間は5分程度、ほぼアドリブで行い、参加メンバーは5人ほどです。ちなみにチーム H 目撃者公演の前座は帝国の約5分前に始まりますが、逆上がり公演の寸劇は帝国通りに始まります。その他寸劇以外もソロ曲の虫のバラードなど、他の公演と比較してメンバー一人一人の個が強く見える公演でもあります。取って代われるメンバーが少ない曲が多いので、各メンバーがどの曲にどこの立ち位置でどのようなパフォーマンスをするのかによって、同じ演目の公演でも見え方が大きく変わります。またひまわり組公演はチーム公演ではないので、出演メンバーが固定されておらず、各公演ごとに出演メンバーが全く異なります。その日ごとに毎回変化があるのがこの公演の特徴です。今回はどのような公演になるのかとても楽しみです。 HKT 法廷劇場の隣にあるペイペイドームにやってきました。本日はドームで野球の試合やイベントが行われていないので、ほとんど人はいません。今年も10月中盤に突入し、気温は25度を切って、やっと過ごしやすい時期になりました。このタイミングで本日の公演の出演メンバーを紹介します。出演メンバーは秋吉ゆかちゃん、生野里奈ちゃん、伊沢美宇ちゃん、石松ゆなちゃん、市村愛理ちゃん、矢原半奈ちゃん、大内凛香ちゃん、川平ひりじちゃん、北川ひいろちゃん、栗山里奈ちゃん、田中伊織ちゃん、福井かれんちゃん、藤野ココアちゃん、淵上舞ちゃん、森崎さやちゃん、安井ひなちゃんの16人です。チーム H と K4 からそれぞれ8人ずつ出演します。 HKT 法廷のメンバーであれば誰でも出演できますが、実際はどちらかのチームに偏ることがほとんどです。しかし今回の公演は珍しく、そのようなことはありません。本日はチーム混合のひまわり組らしい公演になりそうです。 HKT 法廷劇場に到着しました。本日は平日かつ通常公演であるため、あまり人はいません。当日券も出ているので、それなりに空席もあると思われます。それでは時間なので、ひまわり組逆上がり公演を楽しんできます。
公演が終了しました。劇場前に展示されているジャケ写は、少し前に最新シングル僕はやっと君を心配できるのジャケ写に変わりましたが、最近やっと下りエスカレーター付近に展示されているディスコグラフィーにも追加されました。本日は平日かつ通常公演であったため、ファンの数はいつもより少なかったです。今回の僕の座席番号は44番でした。前方ブロックの3列目ど真ん中の席です。ステージ全体を見渡せる上に、メンバーとの距離も近く、公演を楽しむのに理想的な場所でした。また最前列の席からはステージ両側の花道が反転して見えづらいですが、3列目の席からはある程度見えるので、その点も良かったです。公演終了後のペーペードーム周辺は湿度が高く、少しジメジメしていましたが、気温は20度程度とちょうどよく、本格的な秋の訪れを感じました。公演の感想の前に、まず本日の公演の観客数について話します。本日の公演は極端に空席の数が多かったです。最近は満席に近い状況が続いていたので少し驚きました。当日券でも180番台の人がいたので、おそらく200人ほどしか入っていなかったと思います。座席数は284席なので7割ほどしか入っていなかったことになります。全演目のパジャマドライブ公演と同じく、逆上がり公演もあまり人気ではないのかもしれません。今回だけではなく、ほぼ毎回似たような状況が続いていることから、ひまわり組公演自体の人気が低い可能性も考えられます。この件については皆さんの意見を聞きたいです。チーム公演ではないから、曲が好きではないからなど、考えられる原因が思い浮かぶ方はコメント欄で教えてください。それではいつも通り公演の感想を話します。今回の公演は淵上舞ちゃんが体調不良のため休演でした。代わりに伊原ハンナちゃんがユニット曲のエンドロールと愛の色の2曲に出演しました。ユニット2回転は初めてでしたが、どちらもよくできていたと思います。エンドロール後の早着替えや公演前の寸劇もよく頑張りました。また生野里奈ちゃんは、普段は淵上舞ちゃんがやっているファンレターの曲中のダンスを披露しました。アンコール後の MC では本番まで緊張していたのですが、伊原ハンナちゃんと北川ひろちゃんが応援してくれたおかげで失敗せずにできて嬉しかったと話していました。栗山里奈ちゃんは前回に続き2回目の抱きしめられたら出演でした。曲の雰囲気に合ったセクシーさをうまく表現できていたと思います。またチーム警報、ここにだって天使はいる公演のユニット曲ジッパーのセクシーさとは異なる種類のセクシーさを表現できていた点も良かったです。肩出し衣装もよく似合っていました。また先日横浜で開催されたブースティーファン祭り2024のスペシャルライブでは、念願のトロッコデビューを果たしました。グループ加入から約6年が経ち、ようやく栗山里奈ちゃんの時代が来たのかもしれません。ちなみにこのイベントはミニ運動会やトークショー、ハイタッチ会、スペシャルライブなどファンの喜ぶ企画が数多くあり、とても好評だったようです。僕は仕事の都合で参加できなかったのですが、他の48グループ界隈の YouTuber さんはほとんど参加していたらしいです。正直僕も行きたかったので、参加できたファンの方はぜひ感想を聞かせてほしいです。次の開催はいつになるか分かりませんが、その時は必ず参加しようと思います。以上で公演の感想はこれで終わりです。すべてのメンバーのダンスパフォーマンスや MC 寸劇が素晴らしく、特に MC でのブースティーファン祭り2024のエピソードトークはとても面白くて最も印象に残りました。初日公演を見に行った時は他の公演と比べてレスが少ないと感じましたが、今回はそのようなことは全く感じませんでした。新規ファンから子さんファンまで、すべての人が楽しめる公演だと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 と高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。